始まりをつけた笛の音が桁角度と驚くスタジアム人気にかける想いを胸に目指すは次のステージ燃え盛る真紅の炎が大地に根を張る新緑と混じり合い起こす化学反応扉はもう開かれた諦めたりはしない走り続ける未来今こそ揺らせ揺らせゴール行く手阻むものは蹴散らせ誰にも邪魔はさせない掴め栄冠何度も強く握る光指の隙間からこぼれた一人じゃ不利なことでも一つになれたら We are United Whoa, oh, 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 目の前を塞いだ荒波立ち向かい乗り越えてみせる黒潮の鰹はしぶき上げて君に勝利を届ける俺らはいつだって挑戦者風当たり強くて当然さどんな逆境さえも味方に変える力を持ってる転びそうな時でもした先にあるから焦らないで一つになったら We are the champion We love, we love United Oh, we love, we love United Oh, ゲームはまだまだ続いてくんだ終わりを告げる涙は最後に流そう今こそ揺らせ揺らせゴール行く手阻むものは蹴散らせ誰にも邪魔はさせない掴め栄冠何度も強く握る光指の隙間からこぼれた一人じゃでも一つになれたら We are United We love, we love, United Oh, we love, we love 勝利の勝つ Oh!久しぶりに青森に来たなと思いましたまあその中で、ペンコンを見ていて急に暑くなったんですごくこう体力が消耗するようなゲームになるプラスライメールさんも同じようなシステムだったんで、すごく難しいゲームになるなと思っていて1点2点の勝負かなと思ってました。まあその中で、相手の嫌がるスペースをうまく前半から使ってまあ、相手に持たれる時間もありましたけど、まあ、自分たちのペースでゲームを運べたかなと思ってます。で後半、まあ、自分たちから仕掛けていったのが、まあ、相手がイエローカード2枚でプラス1枚になったんですけど、まあ、そうなった時にはスペースができなくなるとやっぱ難しいなってサッカーを思いました。うん、非常に有効なスペースが相手もうまく守ってたんで
そこをこう崩す手段が少なかったかな、アイデアが少なかったなっていう部分で、うん、まあ引き分けに終わってしまったなっていう総括です。はい、フォーチュンユナイテッドは相手がどのチームだからっていう自説っていうよりは、自分たちのサッカーを貫いていくチャレンジャーの姿勢っていう部分は選手に伝えているので、自説に向けてというよりは上積みをしていく、今回学んだ経験を自説につなげてブラッシュアップしていくっていうところが、フォーチュンユナイテッドの目指す自説に向けてのゲームの展望です。まあ、相手が、まあ、順位は上かもしれないんですけど、順位よりは本当に勝つための手段を選びながらゲームを作っていくっていうところに、つなげていきたいなと思います。